はい、どうも。ただいまですね、ポケモン GO をインストールしたんですけど、そちらのゲームの進行ができないというご質問を受けまして、そのためにあの動画を撮らせていただいております。ポケモン GO ですね、こちらは、位置を確定しながらゲームを進行するゲームでございまして、これでですね、なかなかあの GPS ってものをオンにしとくと、電池が食いますので、そちらをオンにしないまま、普段ね、私たちはスマホを、持ち歩いてるんでね、なかなかこう、ゲームを始められた時に、ひょっとしたら一番最初にね、突っかかる部分なのかなとは思いました。はい。なので、動画で紹介すれば、わかるのかなというところで紹介させていただきます。はい。すいません、前動きが長くて。で、まずはそのアプリ、ポケモン GO を開きます。で開きますと、で私のスマホは Android というタイプのスマホになっておりますんで、よろしくお願いします。はい、 GPS の信号を探してます。ここで引っかかるんですね。でこの場合ですと、画面をスマホの上の外側からビュッと下に引っ張ってあげます。そうするとですね、私は今 Wi-Fi というものを使ってるんですけど、この中に位置情報っていうのがあるんで触ってください。そうすると GPS の位置情報、位置データ利用、アプリケーションにより制御されてます。今は位置データが情報として、このスマホからの位置データがですね、情報が吸い上げられてませんよと。それに対して、位置情報を公開してよろしいですかという質問ですね。要するにそのプライベートを丸々晒しているような状態になってますので、まあなので、このようなね、開示情報を同意する同意しないというものが出てます。でこちらを同意する。はい。で今 GPS を探してるんですけど、少々時間かかります。今ですね、 GPS が開示された状態になってますね。はい。でいけると思います。はい、オン。でこれでゲームの方が進行できます。はい。なのでやってみてください。で進行したらですね、まず最初にやることはポケモンを捕まえなきゃいけないんですけど、今ポケモンいないですけどね、まあこの近辺にいるのはこの方々がおります。はい。なので歩きながらですね、進行してみてください。もしなんかまた分かんないことありましたらですね、こちらから動画なりコメントなりして、折り返し返信させていただきますので、よろしくお願いします。ポケモンのですね、その属性がどうのこうのとかっていうのは正直私はあんまり詳しくないです。レベルはそれなりに、まあやってるんだ、上がってはいるんですけど、あまり属性で、最近ですと、新しいポケモンが入ってまして、こちらですね、もうアタフタしております。何がどうなのかっていうとかっていうね、この辺、まあ上の方はいいとして、下の方ですね、もう分かんないポケモンいっぱいおりますね。この辺のポケモンなんかなおさら分かんないです。ようやくこうね、捕まえ始め、まあこの辺ですね、この海竜、蛇みたいなね、この下のあたりから、この辺は上都地方ポケモンかな、地方のポケモンが今配信され始めて増えてて、で今私も捕まえ始めてます。ということでですね、そのポケモンの属性とか、事務戦の戦い方とか、事務戦も最近変わったんですけど、そういうですね、ものは、ひょっとしたら別の動画をですね、参考にするか、別の方に質問された方が、有益なね、情報を得られると思います。はい。それでもね、何か質問したいんであれば、質問いただいても構いません。はい、そんな感じでございます。楽しくね、ポケモンライフを楽しんでみてください。まあかなりね、
歩いてても運動になるので、健康ね管理にも役立つかと思います。はい、くれぐれも車とか自転車、歩行者には気をつけて、お互いやってまいりましょう。はい、それでは参考にしていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。